たくなる今時英会話。今回のフレーズはこちら。ババン、ドヤ顔。はい、はい、そもそもドヤ顔ってどんな顔でしょうか。見てみて、あかねちゃん、どうしたのそんな面白い顔して。これがはやっぺ自慢のドヤ顔。あーさあ、はやっぺの面白い顔は置いといてですね、ドヤ顔の面白い顔ドヤはどうだという、はい、あの関西弁のドヤから来たので、言いますね、ドヤ、ね、はい、優越感に浸った自慢げな顔のことを言うらしいです。なるほど、はい、ではどんな場面で使うのか見てみましょう。どうぞ。あかねちゃん、昨日のテストどうやったん。あー、点数良くなかった。はやっぺは俺100点やった。ちょっとドヤ顔せんといて。いやー、なんか気持ちいいですね、100点満点っていうのは。取ったことないけど。うん、そんなこと分かってますよね。ではこの会話を英語で言うとどうなるのか見てみましょう。どうぞ。はい、あかね、 How was the test yesterday?I got a bad score on the test. How about you? I got a perfect score on it. Oh, come on. Don't give me your smug face. ドヤ顔は smug face でしたね。そうなんですね。でも、smug ってどういう意味なんでしょうか? smug は日本語で自己満足したとか、はい、独りよがりのうぬぼれたって意味になるんです。はい、なるほど。うぬぼれた顔でドヤ顔ってことですね。はい、でははやっぺのドヤ顔に注目してもう一度復習してみましょう。はい、あかね、 How was the test yesterday? I got a bad score on the test. How about you? I got a perfect score on it. Oh, come on. Don't give me your smug face.いかがでしたか、スマークフェイス。あまりドヤ顔しまくるとみんなに嫌われるかもしれないので、ほどほどにしてください。ドヤさん。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。わお。